10万ドル。赤コーナー10戦9勝1敗9勝のうち8勝の加藤。腰軽量がミドル級に行くと160パウンド。立憲事務所君、東洋大名のミドル級第3位。日本ミドル級第1位。青コーナー、当時はまだジュニアウェルター級と呼ばれていた1996年度の全日本スーパーライト級新人王、戦績は48戦39勝7敗に引き分け、39勝のうち29勝がノックアウト。公式計量は159パウンド4分の1。都の城レオンスポーツ事務所属、現在のランクは東洋大栄養ミドル級第5位、日本ミドル級第2位、史上3人目となる日本王座3階級制覇という実績を誇り、そして今夜ウェルター級からの飛び級で三度未だかつて誰もが成し得たことのない日本王座4階級制覇という偉業に挑む第47代日本ライト級、第28代日本スーパーライト級、そして第43代と第45代通算2度の日本ウェルター級チャンピオン、という武器で立ち向かいます。第33回チャンピオンファイナル、豪快な KO 決着への期待がかかる日本ミドル級王座決定戦、後楽園ホールは異様な熱気。今試合開始のゴングです。一瞬も目を離すことはできません。日本ミドル級王座決定戦、チャンピオンカーニバル屈指の好カードと言われるこの試合、右構え黒いトランクスがカルロス・リナレス22歳です。左のジャブ、ストレートのような重みがあります。パワーもあります。左のフッカー、しかし首を振って避けました。金色のトランクス、青いグローブが湯渡らし。35歳と22歳一回り以上違う両者の戦い。左ストレート、必殺の左、これがカウンターで決まれば湯葉にも4階級制覇という夢がかかっています。今日は300人の大応援団が駆けつけている。落ち着いた、ストレートカウンターで狙っていきました。しかし寸止のところでカルロスも避けています。カルロス・リナです。この試合の放送の解説、元世界チャンピオンのお二人です。浜田剛さんとセレス小林さんです。よろしくお願いします。お願いします。いきなりの緊迫感です。浜田さん、まあやっぱりですね、ミドル級だって一発で、ひっくり返るというパターン常にありますよね。そうですね。1ラウンド KO 3試合連続でしている黒いトランクスのリナです。まあリナです。できたところ左中にカウンター打ちましたね。やはりカウンターですよね。大したもんですよ、今も。はい、セレスさんはどういったところが勝敗を分けるポイントになると見ますか。そうですね、このラウンドね、ちょっとお互いともね、緊張してる感じなんですよね。緊張感がある。はい、早く褒めてどちらが先に、ね、当てるかですよね。両者ともに思い切って得意のパンチを振っているように見えます。リナレスの方は右のストレート、そして左のフックも2種類ほどあるんですね。今パンチもあります。入ってますよね、今。強烈なパンチではないんですけど、はい、ああいうのがやっぱりベテランですよね。キャリアですね。攻めさせるとリナレス。右ストレート。今入りましたね。強烈右ストレート。ただそういったパンチを受けても前に出るのはテレスの湯葉なんですね。どちらが右当てるか左当てるか。はい。お互いのストレートですよね。サウスポーの湯葉も相手をよく見てガードをして、そして相手が打ってきたところ、得意の左、左のストレート、そしてクロスという2種類の軌道で得意のパンチがあります。リナレスが打っていったところ返します。さあこの距離を詰めていく。パワーではリナレスですね。ただリナレスは今回がプロ初めてのサウスポーとの対戦、そのあたりの影響を浜田さん感じますか。まあ十分にサウスポーとの2人はやってるんですね。やってるんですね。そのあたりの効果出てますか。まあ確かに得意ということではないんですけど、ミスレートやることはやってきた、その自信がみなぎっています。相手は顎を引いてよく見据えて、
強くなってきましたね。ミノレスですね、はい、さあ右の方を強振していきました。これは避けました。第1ラウンドが終わりました。放送席解説は浜田剛さんとセレッソ小林さんです。浜田さん、はい、いや緊張感この上ない試合、オープニングでまあ重量級だし一発で決まるような武器が常にありますよね、パンチ力のリナーですか、そしてキャリアのユバカという感じになりましたね、はい、1ラウンドセレッソさん緊張感、まあ、当初あったんですがその後どうですか。いやもうお互いのパワーですね、それが本当に重量級だなっていうのが伝わってきますよね。湯浅田氏には史上初の4階級制覇の夢も浜田さんかかっているんですね。まあその意気込みは本当にリナーですが打ってきた時のは必ず鎌田返してますからね、意気込みはそこで分かりますよね。というのはですね、やっぱりリナーです打たしたら強いから、リナーですに対してカウンターはなかなか打てないだろう、狙えないだろうと思いましたけど狙いますね。打ってますよね。打ってますね。第2ラウンドも決して目を離さずにご覧ください。日本ミドル級王座決定戦 KO 決着は必ず起こるというふうに戦前の予想では見られています。ただキャリアで勝る湯葉有利という声が多かったのも確か。ただ22歳のこの若武者、ベネズエラ生まれ、日本のこの高額ゴールでデビューを果たして11戦目というカルロス・ギナです。湯葉が初めてライト級でタイトルを取った時は23歳、カルロス・ギナレスは今22歳です。湯葉選手は佐藤選手の右の内側に全部左を合わせる狙ってますね、はい、まともに食らったらもう当然立ってはいられないだろう。しかしそのベテランのキャリアでなんとかごまかしつつチャンスを狙う興奮していた。ミナレスも振っていたところ、ミナレスが振ってきたところ、ミナレスの力を利用しようというやり方ですよね、はい、踏み込んできますからね。ただやっぱりリナルスはお構いなしに、湯葉のキャリア関係なしに力で、持っていこうという感じはありますよね。身長は188センチ、5センチ上回っているリナレスです。かつてはセレスさん、少し上体高かったイメージあるんですが、この勝負はどうですか。いや、思いっきり言ってますよ。そして腰もかなり座ってきています。ミートレート、しかし左を返していく。さすがに返しますね。承知の上で打ってますよね、はい、まあ、そういうところはやっぱり若さですね、若さの勢い。1ラウンド KO を3試合連続で続けていました。しかし2ラウンドに久々に入りました。4試合連続 KO 勝利中、7連勝、まあ、今度のリナールその練習というのは長いラウンドのやり方というのは随分やりましたからね。10ラウンドのスパーリングも3度にわたって、そうですね、このというのは異例ですからね。やっぱりタイトルマッチ何があるか分からないのがタイトルマッチですからね、今まで早いラウンドでしたけど長いラウンド行った時のやり方もやってますよね。グラフィジをちょっと右目の右目がカットしましたからね。これはパンチということを考えられますかね。この距離あまり近づいていませんからね、若干カットしましたから、はい、やや赤く止まっています。右目のあたりです。まぶたのあたり、ワンツー、やりからコンビネーションもスムーズに出てきます、はい、ルミスです。4階級やりたいっていうのがスタートから出てますよね。そうですね、試合が本当に現れますよね。チャーリー太田に対してはスーパーウェルター級2度挑んでタイトル獲得なりませんでした。その悔しさもあっての3度目の正直、4階級制覇なら前人未到史上初です。第2ラウンド終了です。